れじゃまだ教祖にはなれないわね。もっと立派になってくれないと。余計なことしなきゃよかった。影山、今回のは答えてるな。全然動かん。今日はもう帰れな。はい、すみません。このパターンは。苦手なのに勇気を出して壇上に立つ姿を見て、影山くんのことを好きになっちゃいました。あの、私と付き合ってください。影山くん、一緒に帰ろう。あ、僕、部活が。行ってこい影山、今日は自主トレだ。すいません、武蔵部長。はぁ、モブ君に彼女ができただ。どういうことだ、怪奇現象か。一体何が起きてると言うんだ。でも羨ましいっす。うやむやさよなら。